昨日に引き続きまたヤグッチャネタなんですけども、ヤグッチャ本人にはね僕まだ会ってないんですよ。とかね、声だけ聞こえたんだけど、僕がボランティア室に行ったらもう彼は帰っていたみたい でね、これ巨大なオニヤンマのメスだね。これでかいね。なんかヤグッチャンが新潟から取ってきたそうです。すごいね、やっぱ緑がかっこいい。まだ生きてるのね。ほんとね、オニヤンマってね日本最大のトンボですけども、やっぱね、まあ、身近にいるトンボだけど、やっぱりこのかっこよさ格別だよね。他のトンボにないもんね、このオニヤンマ科っていうね。なかなか日本の中では特殊なグループだと思うんですけども、かっこいいね。でかいしね、ガタイがいいし、素晴らしい。これはでかい。でも今あの内臓抜いて処理して、標本の処理ができてるんですけども、なんかこれを写真撮ってもらいたい、なんかわかんないけど、生かした状態で7日間ぐらい取っといてくれたらしいです。これでかいね、本当にこんなにでかい、なかなかないですよ、このサイズ。10センチ以上ありそうだよね。って感じで、オニヤンマいいトンボですよ。ヤグッチャもいろいろ楽しい夏休みを過ごしてきたんじゃないかな。まあそれについてはね、またヤグッチャ本人に聞いてみたいと思います。